続きましては2番滑走、4年連続4回目の出場、佐藤いぶきです。2番佐藤いぶきさん、明治大学。東日本選手権ではショートでまさかの17位スタートでしたが、フリーでしっかりと演技をまとめ、全日本への切符を勝ち取りました。このショート、新しいジャンルの曲に挑戦します。ショート、アイスクイーン。曲名の通り、女王のようなエキゾチックで美しい女性の雰囲気を表現します。まずは冒頭、今シーズン最も力を入れたという3回転3回転、トリプルループ、トリプルトーループ。こういった表現も音に合っていて素晴らしいですね。佐藤いぶき、果敢に新しいジャンルに挑む姿を見せました。佐藤いぶきさんの演技でした。スピンもすべて揃いました。いや、村上さん、はい、この佐藤ですが、新しいジャンルへの挑戦と位置づけたこのショートですけれども、ご覧になっていかがでしたか。はい、そうですね、ジャンプとジャンプのつなぎの部分も本当に無駄が一つなかったなというふうに、うん、本当に詰まったプログラムになっていたなというふうに感じますね。はい、そしてやはりこれだけのアップテンポ、リズムのある曲調ですと、ジャンプが少しそのリズムに持ってかれてしまってミスにつながってしまうということもあるんですけれども、はい、そこはしっかり練習の成果というものが出ていたのかなというふうには思います。まずは見ていきましょう、こちらの冒頭のコンビネーション、トリプルループ、トリプルトーループですね。まあ、こう見た感じ、少しこらえたなというふうに2回目のトーループ感じたんですが、はい、2回目のトリプルトーループがアンダーローテになってしまっています。そしてこの2本目のジャンプ、はい、トリプルフリップですが、クォーターのマークがついてますね。そうなんです、これは今シーズンから入った、新しく入ったマークなんですけれども、クォーターというマークで、4分の1ジャストだと基礎点は 100% のままなんですけれども、少し GOE 出来栄え点の方でマイナスがついてしまいます。はい、なのでこのマークがついたことで、いきなり前基礎点が下がってしまうということはなくなって、助かりはするんですけれども、少し GOE でマイナスがついてしまいます。はい、はい、そしてこちらがダブルアクセルになりますが、この佐藤、うん、
もうショートで納得のいく演技がしたいという思いから、まずは確実にジャンプを飛ぶことに力を今シーズン入れてきたということなんですね。さあ佐藤の得点はどのような得点となりますでしょうか。そうですね、最後のダブルアクセルもしっかりブラケットターンから入っていますので、そういったジャンプの前後にターンを入れることで、またこの GOE 出来栄え点の方もプラスがつきやすくなります。はい、佐藤さんの得点53.71、現在の順位は第53.71、佐藤シーズンベストを出しました。